阪梅田でランチに困った時に絶対に行ってほしいお店3選をご紹介します。まず1軒目はルカのバルチカにあるロマンテ。このお店では豪華なビフテキチューが1310円で食べることができます。そして締めはだしをかけて食べるのも最高にうますぎ。そして2軒目は茶屋町にあるワーフ。このお店は牡蠣尽くしのランチが食べることができて、焼き牡蠣や牡蠣フライに牡蠣の味噌汁、牡蠣の佃煮、牡蠣に牡蠣や牡蠣が食べることができます。ここのランチはぜひ食べてほしい。そして3軒目はエペ。このお店のシャトーブリアンのヘレはマジでうますぎ。しかも2200円で食べることができて、口の中に入れた瞬間マジで溶ける。さらにトリュフ塩を使った TKG はもう見たらわかるやつやん、うますぎ。大阪梅田でランチに困った時はぜひ行ってみてね、うますぎ。